どうも、皆さんこんにちは。ようやく、テイルズ・オブ・アライズの有料ダウンロードコンテンツが発売となりました。まあそんなところで、公式からも、ようやく、新たなストーリーが開幕すると、そのような告知がございました。で、それと同時に皆さん、受け取りましたか？限定の例の件。で、そちらをですね、今から受け取りに行きましょうか。で、こちらに関しましては、皆さんすでに受け取ることができるかと思いますので、ぜひ一緒に受け取っていきましょう。で、まずはですね、こちらの画面を開いていただきまして、で、システムがこちらにあるかと思いますので、ダウンロードコンテンツ受け取りリスト、こちらを開いていただきましょう。で、こちらに関しましてですね、新たに追加されたもの、まあ、例えば今回、シルバー武器コレクション、こういったものもですね、なんと受け取ることができますので、早めに受け取っておきましょう。で、もちろんですね、こちら、ダウンロードコンテンツの特典となっておりますので、なぜかね、手動でこういった形で受け取りをしなければ、なんと、受け取ることができない状況となっていると、使うことができない状況であると、いった形になっておりますので、で、こちらに関してはおそらく忘れがちなことになるかと思いますので、ストーリーにね、気を取られて、早めにね、ゲットしておかないのはもったいないので、なる早でこちらはゲットしておきましょう。はい、まあ、そんな感じでございます。で、あとはですね、新たなる旅立ちサポートパックとか、こういったお得なものもですね、なんともらうことができまして、こちらも特典となっておりますね。で、見てもらったらわかる通り、めちゃくちゃね、ありがたい内容となっています。で、これがあるかないかだけで、序盤の進め方が大きく変わってくるので、絶対にですね、こちら有料ダウンロードコンテンツ、購入したらすぐに受け取っておきましょう。で、まあ、受け取るといったところで、いつでも受け取ることはできるっちゃできるんだけど、まあ、やっぱりね、早めに受け取った方がお得ではあるので、なる早でね、こちら受け取っておいた方がいいのかなと思っております。まあ、そんな感じでしょうか。で、数もですね、めちゃくちゃあるんすよ。むちゃくちゃ、むちゃくちゃあるからね、何これみたいな感じなんだけど、非常にですね、ありがたい内容になってます。まあ、こちらのゲームですね。本編。まあ、いわゆる、テイルズ・オブ・アライズ本編をクリアしても、一部分しか引き継ぐことができないので、まあ、そういった意味ではですね、こういったその、パックみたいなものは、かなりありがたいのかなと。で、レベルに関しましても、こちらはですね、実際にプレイされた方であればわかるかと思いますが、レベル65から開始となってました。まあ、それ未満の方はおそらくね、まあ、63とか62とかで引き継ぎになってるかもしれませんが、少なくともカンストしていたら、レベル65スタートになってましたね。で、あとはこれも受け取っていかないといけないのか、大変だな。これも受け取っておきましょう。うわーめっちゃあるね。むちゃくちゃあるね。これ一括でできないんだっけ？あ、一括でできた。ごめん。一括でできましたわ。一括でできるんかいっていう。まあ、そんな感じで一通りもらってるので、まあ、大丈夫かな。はいはいはい。なるほどね。で、これもちょっともらい忘れてましたね。すっかり忘れてた。ソフィーのアトリエ2。で、これもちょっともらっていきましょうか。よいしょ。よいしょ。ちょっと待って、お、いろいろあるね。いろいろもらってなかったね。いろいろもらってなかったことに気づいてしまった。よいしょ。まあ、とりあえずね、こういった形になっております。で、一通りですね、こちらもらうことができましたね。まあ、そんな形になっておりますので、ぜひ皆さん受け取っておきましょうと、そういったお話となっております。感じるぞ。で、レベルもね、結構上がってるね。レベル72か。比較的レベルが上がりやすいね。私は感じない。なんか、この分だとすぐにレベル99までいけそうな感じがするけど、まあ、そんなところで、続きをですね、ちょっとやっていければなと思います。いやー、やることがモリモリよ、モリモリ。モリモリですよね。で、次行かないといけないところは、こっちかね。
これマップがね若干見にくいんですよね。でアイテム回収とかもしっかりとやっておきましょう。ただね実際にやってみた感じは、本当にねメインストーリーの肉付けみたいな感じですね。これブグが見つかったわ。 OK、 ちょっと見せてくれ。ゲットいたしました。で一応戦っておきましょうか。まあ結局なんかレベリングもね積極的にしてった方がいいと思うよ。レベリングしないとそれはそれでまためんどくさいからね。でレベリングをしていくといったところで、で敵のレベルもですね結構高いんですよね。モブの敵も本当にこれモブなのかって感じなんだけどレベルが高いでございます。さあやっていきましょう。さあ頼むぜ。いけいけいけい。余裕ですねぶっちゃけ。特にね装備とかも強化今してないんですがご利用して勝ててしまうので余裕だなっていう印象でした。まあ良くも悪くもなんかストーリー重視ですねこれ。 OK OK いいね。でこちらの方かな。でこれをゲットしておきましょう。で一応まあアイテムをゲットしていくといったところで、で戻ってきました。ここを登っていかないといけないのか。ダンジョンがね若干入り組んでるんですよねこのゲーム。そういえば若干ではあるけどそこそこねちょっとめんどくさい仕様となっております。であとはここかな。一番奥の方にこれは行かないといけない感じかな。そうですねこれはよし。とりあえずちょっとやっていきましょう。はい、ということで一旦動画終わりましょうかね。で事前に受け取っておいた方がいいものをそちらについて今回は取り上げさせていただきました。まあそんなところで自分もね現在進行形でやっているところなのでちょっとこれからね引き続き頑張っていこうと思っておりますのでぜひチャンネル登録と高評価このタイミングでお願いいたします。ではまた。あれこっちで合っておりますかね。大丈夫そうかね。